じゃあご挨拶。今日はザ・渡辺で、渡辺の曲夏の日の少年を撮りたいと思います。歌撮りです。そしてなんとあきらくん来てくれました。イエイイエイ。どうもこんばんは。こんばんは。ここのシーツ終わってホッとしてしました。いつ剥がせんのそのシーツ。それ2ヶ月ぐらいずっと貼っといて。そうなんだ。あの悪い仕様じゃなかったのでご安心ください。ありがとうございます。よかったね。よかったです、うん、ありがとうございました。それ定期的にあの張り替えに行くの。うん、これね自分で貼る。あ、そうなんだ。うん、風呂上がり。そう、毎日取り替えるの。毎日取り替える。あ、そうなんだ。なんかねこれを怠ると傷跡が残っちゃう。あ、ね、そうなんだね。そう、ますますいい男になったような。いやいやいや、家族にはかなわないんですよ。いやいやいや、ありがとうございます。いやいや、ということで今日はレコーディングをします。もう流れてます。これに歌おう。どう？弦の40層美しいね。美しいね。どうしようかな。この椅子で大丈夫？あ、なんでも大丈夫です。チェロの音って俺大好き。俺も一番好き、うん、あの落ち着くね。あの落ち着く低い感じが。そう、素晴らしい楽器ですよ ね。あ、そっか、なんかが壊れたような。さて、もし30年時が戻ったら俺チェロを学びたいな。チェリストになれたらいいな。チェリスト、名前はかっこいいね。チェリスト、チェリスト、女性のチェリストかっこよくね。かっこいい。あとさ、女性、あの女の子のボ、あのなんだっけ、あのベース、ベーシスト、指弾き、しかも指弾き、うんうん、あのスタイルは俺結構好きなんだよな。かっこいいね。うん。なんか似合う。指で弾くのピチカートと言います。ピチカート奏法。そう。ああ。今さら私ピチカート5ってそういうこと？そういうこと。指5本。うん。へえ。ピチカートあのコンコンコンってやるじゃん。うん。よく聞くじゃん、オーケストラ。うん。あれがピチカート。おお。ポンポンポン、あれでしょ、うん、バイオリンを弦、あの音いいよね。ピチカート、オッケー、ピチカート、ピチカート、ね、とりあえず1時間で終われるかな。シカードをここに置いて、一番右側、うん、何番に取りましょう。おい、一番気持ちいいから消しといて。1番ね。あ、1番行きましょうか。それね、全部確かに
こっからもこれ繋がってると思ったんだ。あ、そうだ。あ、そうだ。C なのね。C だね。いつもね、うん、ここに OK 入れて、ここでマイクで。了解です。やってたから。はい。じゃあ一番消しましょう。ああ、とりあえずでもやることがあるって素晴らしいね。素晴らしい。夏の日の。なんか俺、秀夫君がいないならいないで、うん、渡辺のライブやってもいいかなってスタジオで。うん、やろうよ。うん、予定が組める、秋葉原だと。いや、バンドの新曲作りたいなと思ってさ、うん、入ろうっつってたから。そうだよね。うん、だから今日もやる曲俺用意してきたのにさ、ね、多分そうだろうな、うん、アキラも持ってきてるだろうし、うん、だからまあ2人でやっててもいいんだけど、だったら録音しちゃうのも手だなと思って、うん、うんうん、あれ歌詞どこにしまったっけな、渡辺さん、これかな、渡辺さん、あった、さてちょっとお待ちください、ぶっ刺すよ。どうぞ。そして、そしたら私は、こいつはこう。ダイナミクスだけでいくよ。はい。じゃあ、うん、コンプかけましたもん。うん、オッケー。で、原因を、多分12とか。自由。で、私の私はね、家族、はい、私はね、妖精になっちゃった。なぜこれ、スマが、やっぱりこれから、これアキラ持ってきた、うん、これ持ってきた、あ、電源だ。電源入ってないね。うんうん、エレキを入れないと。こっちだ。はい。はい、じゃあちょっとこれを、電源こちらでどうぞ。はい。そう、電源入ってなきゃダメなんだよね。よし。よく電気の仕組みはわからないけど、電源入ってないとそうね、ならないようです。よくやるんだよね、俺。家でもなんで音出ねえんだっつって、電気かって、ギターもそうよ。あ、来てる。夏が待ち遠しかった、蹴った翼でどこへでもどこまでも行けた。わおわお、念願、あら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 あ、テスです。来てる？来てるよ。ここでございますね。あ、ごめんなさい。あ、A に帰ってもいいよ。あ、これでいいよ。全然こだわりないんだけど。全然 OK。そうしたらダイナミクスを。テスです。これだな。まだ覚えてる。とりあえず原因15ぐらいで試してみる。まず。あ、はいはい。コンプのね。そうですね。最終的に決まったら後で教えといて、どのくらいになるのか。そうね。うん、熱かったら言って、こっちの。ん？あ、こっち入ってるから大丈夫か。うん、こっち切っちゃった。はい。使ったら入れる。うん。
トラックはあの全部フラットでいきます。OK。リバーブもなしで。すでにそうでしょ。つつつ。ちょっともし準備できたら声をいただけると。へいへい。へいへい。ちょっと大きめの声を。ヘイヘイ、リリコです。なんでリリコなの？ヘイヘイってよく言わないあの人。ああ、言う言う。なるほどね。ヘイヘイ。あ、いいね。来てる？うん、ダイナミックスだけでいいかもしれないね。あ、モニター帰ってきてる？声。来てるよ、俺の。あれ？テステス。来たかな？来たのみ？へいへい、あ、来た来た、あ、やっぱ接続悪いな。うんうん、テスです。わしも使えばこれ。いや、大丈夫、俺別にほらそんなモニターできなくてもいいから。ちょっと待って、その間いいものだけでは稼げない時代の新常識を読んでよ。10分で読み終えたっつったらすげえよな。てーへい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 ヘイ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 、あれこれこんな調子悪かったっけか。テスト、あー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 、やっぱりあれかな。テステステテス、あーあーあー、限界のようですね。新しいの買わなきゃダメだな、やっぱ。それこれ俺と同じやつ。そう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 。切れちゃったね。切れちゃった。俺もう一本買おう。これなくなりそうで今のうち買っとかないとと思って。ああ。あのソニーって結構モデルチェンジしちゃうから。そうか。このイヤホンが一番素直でいい音が。ああ、そうだね、うん。なんか変に低音出んじゃん。あ？うん？あの他のイヤホンって変に低音が出てさ、そうだね、イライラするんだよね、うん、これも低音は出るけどそんなにそういやらしくもないよね。すっきりした低音だからね、うん、いや、 やっぱサンシャインになるしかねえな。サンシャイン池崎。あ、そういうことね。わかる？わかるわかる。そういうことだったのね。そう、サンシャインです。マーシーではないんだ。あ、マーシーじゃないんだね、これね。マーシーではない。マーシーって言っとけばかっこいいんだけど。あ、これだと譜面が見えないっす。あ、見えた、メガネしたからね。サンシャイン池崎です。サンシャイン池崎じゃね。ウケる。ヘイヘイ、テス、行きましょうか。ちょっと流してみようか。はい、ちょっとでも、終わりのない冒険、太陽へ続く道、少年が、わあ、僕に話しかけているよ。ああ。いい感じじゃないですか。ああ、ありがとうございます。あの、一個相談したかったのがあって。他に何かあるかな？寝転ぶ何か。マットに寝転ぶ。え？マットに寝転ぶ。うわあ。急に体育。大人だわ。大人だね。大人だわ。行きますか。
そうですね、よし、いけますか。ちょっとまあ、ちょっと実験で、実験でどうぞ、いきます。もうじゃあ適当にいきましょう、はい。頭から流す、一応マークしたんだよね、途中に。あ、じゃあマークしたとこからお願いします。多分ね、はい、分かると思うんだ、うん。終わりのない冒険、太陽へ続く道、このごめんごめん、その心にからいいですか。あ、はい、あ、家族さ、はい、あそこね、歌いづらかったら、うん、ちょっとふわり変えちゃってもいいんだけど、うん、終わりのない冒険、今さ、お、そうそう、終わりのない冒険って歌ってくれてんじゃない、うん、なんかそれもいい、もちろんいいんだけど、冒険とか、そう、冒険でもいいし、うん、OK、うん、終わりのない終わりのない、うんうんうん、だよね、そうだね、うん、冒険冒険、うん、いいかなと、うん、多分そっちの方が歌いやすい、多分ね、歌いにくい部分はね、終わりのない、いの部分なんだよね。あ、なるほどね、そうそう、そこなんですよね。終わりのない冒険冒険、その2番ってど、2番ってどこだっけ、2番ね、鎖に寝転んでチーってなんか難しいかなっていうか、ああ、かかけなす帰り道、か帰り道、うん、でも全然いいかなと思ったんだけど、うん、Okay、まあ行ってみますか。はい、よろしくね。頭から行く。そうだね、了解です。じゃあ同じところから行きます。ちょっとごめんなさい、ちょっとごめん、はいはい、これはいいのが撮れるぞ、うん、多分モニターをちょっとボリュームを消していただけると。ああ、こっちね、うん、そりゃそうだ、すいませんね、なんかこっちから出てたんだね、遠くにモニターしちゃって、その赤い石ごと持ってくる？うん、大丈夫。じゃあもう、はい、申し訳ない。いきます。はい、よろしくお願いします。駆け抜けた終わりのない冒険、太陽へ続く道、その心につけた翼で、駆け出す帰り道から撮ってもらっていいですか、はい、誰も何も年をと、こっから、はいはい、いきます、はい、駆け出す帰り道、明日が待ち遠しかった、誰も何もと、イヤホンで聞く、あ、イヤホンのままで大丈夫です。はい、ごめん、このトラック、うん、まあ使う使わない別として、泥だらけのから最後まで撮っちゃっていい、全体をちょっと見たいな、泥だらけだからね、はいはい、どこも泥だ、ふっ、泥だらけ、どこ、オッケー、このまま、いいよ、このまま回しててください、うん、別のトラックに撮るんでね、あ、その1本のトラックに撮っちゃおうか、あの続けて撮っちゃった、続けて撮っちゃう、はい、うん、うん、でそれを、うんうん、まあとりあえず撮っといて、そうだね、また新たに、うん、作りたいな、じゃあとりあえず流しておくね、はい、泥だらけの靴、
スリム板膝、その傷の数で雪を示した。今も僕すげえ良かったよ今。あ、本当だ。素晴らしい。素晴らしいんですけど、okay. あそこのふわりをね。どこですか。ね、今もあの夏の冒険の。あ、続きを聞かせてよと歌ってほしいんだよね。 okay, okay. 前回同様 OK 続きを聞かせてよとかな。 OK だからこのブロックもう一回いっちゃう。うん、そうだね。じゃあこれちょっとつなぎの確認だけさせてもらっていい。あ、いいよいいよ。あのね、ブレスも入れたいのよ、ここって。今もの前のでしょ。そうそうそう、うん、さっき残ってたな。あ、うまいね、パンチング。一回切れて、うん、切れて、切れて入ってる時の吸った後も欲しいから。うん。いい。いけるな。じゃあ、すいません、お願いします。行きましょう。はい。今もあの夏の冒険の続きを聞かせて。 OK、 あ、わかる、すっごくわかる、うん、ごめんね。続きをお願いします。最近気づいたんだけど。どうしたの？俺っていい男だ。それはもうずっと前から。あのね、水飲むとさ、うん、一緒に空気飲んでて、後でさ、歌うとき面倒なときがあるんだよね。あのね、わかる、それ。ね、ごめんね、中断して。じゃあ、同じとこからで。いきますぜ。OK。リーたー今もあの夏の冒険の続きを聞かせてよと僕に話しかけているよ。あの遠い夏の日の少年が。いいと思います。欲しいな。オッケーオッケー。最後苦しくなっちゃったね。そうなんだよ。わかる。わかるって分かってるのかな。聞いてる方が苦しくなる。どこかで息を吸わせてくれみたいな。あ、え、まさかの、なんで停電？大丈夫？データ何これ。あ、それは光ってんのか。え、なんで？初めてじゃん。停電だ。ブレーカー落ちたの。ブレーカー落ちるの電気使ってないけどね。うん、あきら携帯貸してもらって。あ、いいよ。なんだっけ、今ね、向こう録画中だから、あれ使っていい？ちょっとあれってライト、ライト、ライトどうやってんだっけ、これか。はい、すいません、はい、ブレーカーの場所わかんない。わかるけど、すげえ不思議、なんで落ちたの。外、明かりついてる。あ、じゃあ停電じゃない。
ったね。ということで、暗闇の中でちょっと動画を一回閉めていいですか。はい。停電。停電じゃない。ブレーカーブレーカーがサンシャイン画像です。なんやねんこれ。今ね、録音中に電気が切れました。ブレーカーが落ちたわけでもなくて、どこでどういう風になってるか原因が分かりません。ということで。ということでね。お化けだそう。で、電気が切れた。電気が切れた。ということで、一旦切ります。サンシャインで、ついた。ついたね。漏電の、あれだね。お、また消えた。ダメか？あ、なんか、じゃあ、どっかおかしいんだね。ちょっともう一回見てくるか。見てくる。ビデオだ。途中で電気が切れたんですけど、データが残ってるか確認。いきます。これやめる。これ最初じゃん。あ、ほら。いや、これ家で撮ったやつだ。今の声。そう、でもそう。違った？違うでしょ。そう？うん。だって消したもん俺最初に。1トラ。うん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 。そうか。あ、わかんない。また消えちゃったよ。さて。はい、片付けよう。